旧大東村のですね、篠原という集落に向かう道なんですけど、まあ狭い狭い、ガードレールなしの断崖絶壁です。この道来たのは20年ぐらい前ですかね。あの時はですね、野瀬川村に行って、それから大東村に入ったんですけど、土砂崩れに遭いましてですね、目の前で。もうちょっと詳しく言いますと、山がパラパラとこう道にですね土が出始めて、まあ、そうなると土砂崩れの前触れなんですね。で、大丈夫かなってこう眺めながら一旦こう通り過ぎて、で車を止めて降りて眺めていたところ、目の前でドーンと土砂崩れが起きました。あれをもし渡らないでですね見てたら、その野瀬川村から出られなかったということになりますね。さあ、大東村、旧大東村の今大東町か、五条市大東町の総谷という集落に来ました。これも前来ていい集落だったんですけど、今日は動画を撮るためにやってきました。さあさあ、どっか登るのかな。あ、いいね、やっぱりもうこれちょうど集落の 中間ぐらいかな。もうね、両側斜面に広がってますよ。ここから登るのか、しかも一個先か。登るの。うわ、これね、よいしょ、切り返さないと無理だ。よいしょ、いけんのかこれ、怖いぞ。くー、急だな、シャドウがきついきつい。これはねトップクラスだぞ。 急加減でいけば、よいしょ、うわ、登れっか。終わりだな、これでちょっとここで止めよう。いい集落だ。
小学校の校庭だ。いいプールがある。ちっちゃいプール。小学校だよこれ。書いてある。大東村立相谷小学校。おー、もちろん生徒はいないでしょう。大きな集落だったんだな。すごい斜面に立ってる。今日の最後はですね、旧大東村の一番奥にある篠原という集落に行きます。もうまだね、時刻は3時前なんですけど、本当暗いわ。日が短くなってきたし、山深いので、もう3時半とかで多分結構暗くなっちゃう。いい集落じゃない。きれいきれい。お、まずちょっと車で一番奥まで行ってみましょう。もう結構大きな集落だね。いや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 、なかなかいいです。そんなね、山の上にあるわけじゃないんだけどね。
切るか。切るか。降りてってみましょう。こっちから行こうか。シルバートタン。ここも小学校がある。なんかいいじゃないこれ。和風庭園のようだ。家の道に出るのかな。なんだ、家の道出た。ちょっとこの上に行ってみますかね。あそこの赤瓦の家がちょっと大きい家で、あの蔵がありました。門もついてますね。向こうの集落には高い屋根の建物がありますね。これはお寺でしょうね。あのみんなこのね、入り口が門があるよ。ここから登っていくか。
これこっちからこっち行けるかも。出ました。